こちら選手も、まあ MA キックで、2つ王座を取り、K1 マックスでも、4戦して3勝という結果を残してますからね、はい、高勝率があります、はい、今祈りを捧げて門根を外しました。さあ第1ラウンドのスタートです。4戦ぐらいは黒いトランクス、黒コーナーから出てきました。左の前蹴り、サウスポースタイルです。それに対してシラスの方はこれが久々の試合になりますね。そうですね、まあ、ちょっと怪我もあったみたいなんですけども、まあ、どういう試合を見せてくれるか、はい、昨年4月韓国のあの大牛作戦があって勝利しました、はい、その試合の最中ですかね、怪我があってそこからの復活で、高崎さん、シラスといえばこの今放っているローキックですよね、はいはい、昨日の試合前にもですね、もう僕にはローキックしかないんでと、はい、それ一本でいくと、言ってましたけども、またあの今あのシルバーウルフで練習してるんですけども、あの作戦参謀の大軍事トレーナーついてますので、はい、その辺の対策というのはすごく立ってると思いますね。そうですね、ミドルキック両戦ぐらいは左ミドルキックが代名詞、そしてパンチも強い。両戦ぐらいの怖いところはパンチ力もあるんですが、そこからパンチからローとかパンチからハイとかっていうのをつなぎ目なくつながってくるっていう、そういう怖さですよね。もちろんそれはシラスの頭にはインプットされていると思いますけれどもね、はい、しかしどう対するのか、作戦を遂行してそれをいかに続けるか、なかなかそのムエタイファイターはそれをさせないと言いますよね。そうですね、特にあのこの要戦ぐらいはコンピューターウィザードなんていう異名もあるぐらいで、精密機械みたいな、実行力があると、いうことなんで、そう、まあ、コンピューター狂わせないとまずはしょうがないですね、はい、いやこの左ミドルが強い。さらに膝、素晴らしいですね。いい今全身にリフク合わせました ね、 ね、いやこれは有明コロシアムざわつきます。もう一つその右もあります。よろけてのダウンです。高崎さん効いているんじゃないですか。効いてますね、確実にあの倒れ方効いてますね。ダウンとが効きましたが、なんとか立ち上がっています。もう一回、はい、さあダウンを奪いたいシラス、大きくからつなげたパンチ、さて第1ラウンド、白洲康人が高崎さん要戦ぐらいから2度のダウンを奪いましたね。そうですね、これタイで生中継されてるんですよね、はい、大騒ぎになってるんじゃないですか。おそらくいやそうですよ ね、 ね、あの要戦ぐらいが、はい、そんな風な声が上がっていることは間違いありません。そうですね、一発目が右、はい、そして2度目が左ですが、でした、ね、違ったパンチでそれぞれダウンを奪ったということになります。白洲でもその後は要戦ぐらいが距離を詰めてきましたね。そうですね、ちょっとここから怖いですけどね、いや名物ともなっています。白洲康人の応援団も駆けつけている有明コロシアム、とにかくこの要戦ぐらいとの対戦を熱望していた白洲、ものにしたい。ラウンド2、さあ試合は第2ラウンドです。左ミドルキックから黒いトランクスの要戦ぐらい、右のストレートを返す、さらにローキックは白いトランクスの日本の白洲、いやまだまだ油断ならないというのはもうこの要戦ぐらいの前進から分かりますね。そうですね、でも右パンチ入りますね。当たりますね。要戦ぐらいはどうですか、ここでやっぱり下がりたくないんですか。そうですね、まあインターバルで回復した部分もあると思うんですけども、でも今日の要戦ぐらいはパンチが入りますね。はいはい、しかしが当て込んでいます。もう一発左カウンターですが、これはダウンではありません。これはダウンではない、ダウン取られてもおかしくないぐらいの感じがありますよね。神のタイミングで入ったんですけれども、今度は逆に左右左のパンチ、さらに左肘要戦ぐらい、ムエタイ代表としてこの日本にやってきたのが要戦ぐらいです。それを下そうという、ムエタイで越えようという知らせ。さあ第1ラウンドと何か違った点、目につく点があったら教えてください。そうですね、要戦ぐらいが前にも増して距離を詰めてきてますよね、はい、でパンチもそうですよ、膝が多くなってますね。となると至近距離の攻撃、そうですね、そこから肘も出てくると思いますし、この辺りですね、はい、
まず左膝、そして右を徐々に近くしてくる。いや右肘で払ったのもしらす、そこに右前キックの下ぐらい左肘、いやしらすも肘は2008年10月以来久しぶりなんですけれども、高崎さんスリリングで大好きだなというふうに話していましたね。そうですね、そういうタイプですからね、気遅れすることはありません。ハートも強い、久々の一戦で大仕事を成し遂げるかという空気になっています。しらすサイド、しかし4戦ぐらい前に出てくる左肘、ここも穴に一発、そして膝、あまり続けてくれてもないですね、粘り強く出てきましたね。やっぱりあのパンチ警戒して組みに来てる感じがしますね。あそうですか、となるとそれに対してしらすどう対処したらいいでしょうか。そうですね、なるべく距離は取りたいところですよね。で、まあ、本来狙ってたローキックがまあそんなに出てませんので、はい、あそうですね、ここのパンチ、そして組んでからその後膝の打ち合いになると、あ打点の高い要線ぐらい右の肘を放っていったしらすですが、最後はミドルキック要線ぐらいです。中盤第2ラウンド終了です。要線ぐらい対しらすは第2ラウンドまで終えています。さあ高崎さん、はい、要線ぐらいの怖さが見られました。そうですね、まあ、序盤はやっぱりしらす選手のパンチが入ったんですけども、まあ、しっかり軌道修正してきましたね。それは3ラウンドにどうなるか、うん、まあ同じ作戦で来るとは思うんですが、やっぱりそこにはまりたくないですね。しらす選手は、しらすサイドとしたらそのローキックが出なくなったなという高崎さんのお話ありました、はい、そうですね、まあ、組まれたくないですよね。まずそこですよね。2ラウンドは近くなると詰めて膝肘があった要線ぐらい、さらに盛り返せるかしらす。最終の第3ラウンドです。 72.5kg 契約、要線ぐらい黒いトランクス、左ミドルキック。第1ラウンドにはその要線ぐらいから2度ダウンを奪っているのがしらすです。ポリという音を立てた右のパンチは要線ぐらい、まあ、ここも高崎さん近くなってきます。そうですね、詰めますね。パンチの打ち合い、下からえぐるような右の拳、要線ぐらいです。しかしこのパンチで第1ラウンド2度のダウンを奪っているのがしらすです。右の高肘、その腕元壊してやろうというミドルキックがあります。高崎さん、はい、ガードをしっかりしていてもですね、そこにあまりミドルキックを食らうと厳しいようですね。そうですね、腕殺されちゃいますからね。この戦いのために、あー右ってします。長期間の3週間の体修行を行ってきましたしらすです。ここにかける気持ち、日本サイドでも人一倍です。いや、ムエタイは甘くないというのが黒いトランクス要線ぐらい。しらすの様子はこの第3ラウンドどうですか。そうですね、しらす選手いいんですけども、やっぱりミドルで腕を殺しに来てますね。そうですか、この体勢この距離では膝もどうでしょう、打ち合いになるとちょっと要線ぐらいですか。そうですね、やっぱり有利な組み方をしていきますから、はい、先に要線ぐらい選手の膝が当たるという感じになったんですね。あなるほどね、この組む段階からしてもう違うと。そうですね、逆にボディをパンチで返し出す。しかしその後は必ず要線ぐらいが攻撃を重ねてきます。肘の打ち合い、まだ両者とも顔面のカットはありません。残り1分を切りました。いやでもしらすがギリギリの展開、上田八冠王と渡り合っているのも事実ですよね。そうですね、いやもう互角以上ですね。必死の要戦ぐらい、もちろんこの戦いは彼の本国タイに生中継されています。負けは許されません。スワンスを復しますというこの一戦。そうですね、ただ、1ラウンド2度のダウンがありますから、それがでかいので、いったんじゃないかなという気がしますね。その後の展開を含めても。そうですね、いやしらすの顔面へのパンチ、はい、とにかく当たりました。そうですね、そして2ラウンドは何かその火を消すような要線ぐらい、
しかし第3ラウンド再び激しく打ち合ったが、やっとしかしがすぎた上田に8か5から判定勝利です。行政くらいを下しました。しやすやすきと田中さん、はい、大金星ですね。そうですね、ちょっとアゼントしてしまいました、ね、素晴らしい結果です。そんな中で、はい、改めて感想をいただきたいんですけれどもね、はい、3ラウンドに陽性選手が倒しに来たので、はい、逆に単発になっちゃったんですよね。それが逆に良かったかなという気がしますね。白洲選手にとっては、はい、いやこの勝利は白洲にとって日本にとって大きいですね。でかすぎますね。大工一トレーナーとですね、はい、日の丸を掲げます。これ今この瞬間に非常に大きな勝利、タイから帰国した際ですね、サッカー